こんにちは、春です。今回はつよぽん主演の映画五番切りの本予告が解禁になったので、そのことについて話していきたいと思います。昨日1分間の本予告が解禁となりました。1月の終わりに、30秒の特報映像が解禁になったんですけれども、あれよりももう少し詳しい映像が今回解禁になって、それと合わせて場面写真もね、たくさん公開になりましたね。まずこのね、60秒の映像を見た感想としては、なんか僕は正直そんなに期待は超えてこなかったかなっていうのが、正直な意見ですね。なんかこう、つよぽんのね、いろんなビジュアルとか、いろんなこう、表情とか演技とかが、それはすごく見れるんだろうなっていうふうに思うので、そこはすごく楽しみだなと思うんですけれども、なんかこう、作品全体として、なんかかなり僕は期待してるっていうのもあって、そこをちょっと今の60秒の映像を見た限りは、超えてこなかったかなと思います。すごく気になるシーンとかもたくさんあるんですけれども、例えば映像の最後の方に、ある人物、これよく見るとね、おそらく斉藤匠さんだと思うんですけれども、彼がこう柳田格之進にこう飛びかかろうと、ジャンプして切りかかろうとするけれども、逆に柳田格之進に切られるみたいなシーンが一瞬映ると思うんですけど、この斉藤匠さんがなんかこう飛びかかるシーンとかも、なんかちょっとこう間抜けに見えちゃうっていうか、なんか躍動感があんまないっていう風にちょっと見えちゃって、なんか迫力がちょっとないなっていう風に僕は思ったんですよね。もちろんその、リアルなこう切り合いとかリアルな人間の動きはああいう感じなのかもしれないし、正しいのかもしれないですけどね。なんかこう超人離れしたこうアクション的な動きとかじゃなくて、リアリティにこだわってるからああいった感じになってるのかもしれないですけれども、なんかちょっとね、あそこのシーンとか見てもうーんっていう感じが僕はありましたね。あと今回の映像の時に流れてる音楽ですけど、これはすごくね、いいって思ってる方もいるかもしれないですけど、最初の特報映像のね、なんかこうダイナミックな音楽とか、あれ僕はすごく迫力があってかっこいいなと思ったんですけど、今回はこうちょっとね、なんかこうバラードチックな曲が流れてますけど、なんかこの曲がね、同じ方が作曲してるのかもわかんないですけど、ちょっと古臭いっていうか新規臭い音楽だな、安っぽい音楽だなっていう風にちょっと僕は感じてしまったんですよね。これが劇中で流れるかどうかわからないですけれども、そこの音楽も僕はちょっとね、いまいちに感じちゃったかなという風に思います。もちろんまだ60秒の映像なので、これで作品全体のクオリティとかはまだまだわからないですけれども、あとこう2週間ほど前にね、五番切りについての動画とかも上げたんですけれども、それ以降ね、ちょっとこう分かってきたこととかもあるので、そのことについても話したいんですけれども、2週間ほど前に上げた動画の中で、一つ僕は上映時間が2時間切るんじゃないのかなっていうふうに予想してたんですけれども、あの動画を投稿して数日後に分かったのが、上映時間が2時間9分みたいですね。なのでここは僕の予想が外れちゃったんですけど、2時間ちょっと超えるのかなっていうふうに、2時間切ってくれた方が僕は嬉しかったかなというふうに思うんですけれども、ストーリー自体が元になっている落語からはだいぶ変わってるのかなというふうに思います。ホームページ見るとストーリーとかも見れると思うんですけど、最初からこう妻を失いとかっていうふうに書かれてるんですけど、落語とかではね、多分奥さん、その妻の存在とかっていうのはあんまり触れられてないと思うので、そこも多分映画で追加されてる部分だと思いますし、映画の方だとね、その清原さん演じる娘の絹もなんかこう親子で一緒に復讐するみたいなのをすごく描いてるみたいなんですよね。でその落語とかはね、そんなところ一切なかったと思うので、元になっている落語とかはね、本当になんかシンプルなストーリーで、これ映像化しても面白くないんじゃないのかなっていうふうに思ったんですけど、多分そこが多分本当にガラッとほとんど変わってるって言っていいんじゃないのかなというふうに思います。だからこう上映時間も2時間超えてくる作りになったのかなというふうに思います。なのでなんかこうね、 YouTube とかでも元になってる柳田格之進っていう落語とか聞けますけど、なんかもうそれ見ちゃっても多分問題ないのかなと思います。ネタバレとか気にする方もね、なんか見ちゃってもあんまり関係ないのかなというふうにも思います。次に昨日発表になった情報でこうすごく嬉しかったのが、公開規模がね、かなり大規模になりそうなんですよ。で現時点でその全国の劇場の数とかをね、数えると、325巻ぐらいになってるらしくて、これはかなりね、大規模ですよね。
まあ、今までの新しい地図の映画とかって見ると、まあ、慎吾くんの、なぎまちなんかは80巻とか90巻ぐらいで、で多分、五郎ちゃんの最初の反世界とか、まあ、強ぽんの、台風家族とかも多分90巻とか100巻ぐらいだったと思うんですけれどもね。でそこから例えば強ぽんのミッドナイトスワンは多分150巻ぐらいだったと思うんですけど、で去年の五郎ちゃんの性欲がこれが確か200巻ぐらいだった気がするんですけどね、まあ、徐々に増えてきてる、大きい規模の映画になってきてるっていうところはあります。まあ、もちろんそのね、原作となってる小説があるかどうかとか、そういったところもね、関係はしてくるので、単純にこうね、どんどん規模が大きい作品になっていってるとかっていうわけではないと思うんですけれども、まあ、ただここに来てね、300巻を完全に超えてるので、これは完全に大規模な映画って言っていいと思います。これ昨日の時点で325巻ぐらいなので、まあ、公開日までね、まだもうちょっと増えていく可能性は十分にあると思います。でこれがまあすごく嬉しいですよね。特にね、地方のファンの人とかはかなりありがたいんじゃないのかなと思います。やっぱりこう都市部はね、映画館って近くにいくつもあったりすると思うので、そのメンバーが出てる映画がね、まあ、近くでやってること可能性って高いんですけれども、ほんとちょっと地方行くともう映画館とかってなかなかやってなかったりとかするので、なんかこうその作品が上映されてる一番近くの映画館までなんかもう片道2時間とか3時間ぐらいかかるみたいな、そういったこととかもね、よく聞きますしね。それがね、今回の5番切りはもう300巻以上なので、多分ほとんどの方が多分一番近くの劇場でも上映されると思うので、それはね、多分特に地方の方は嬉しいんじゃないのかなと思います。また2回3回ね、行きやすくなるっていう方も多いんじゃないでしょうかね。まあそれはすごく嬉しいですね。まあ、ただ大規模な公開だからこそ、結構こう興行収入とかね、そういったところもより重要になってくるかなと思います。これ配給はね、キノフィルムズなので、まあ、なんかこう東宝とか東映とか松竹とかそれだけのこうメジャーな配給とかではないのに、キノフィルムズで300巻超えって多分なかなかないと思うんですよね。多分それだけ力入れてる作品なんだと思います。でそれはやっぱり白石監督の、まあ、ネームバリューとかっていうのもあると思うんですけれども、まあ何はとにもあれね、嬉しいですよね。でまあ、具体的な興行収入の目標とかで言うと、まあ、白石監督の多分直近の映画が死刑に至る病っていう作品ですかね。あれが多分大体10億とか11億ぐらいなので、やっぱり今回のこれぐらいの規模の映画となると最低10億ぐらいは行きたいかなと思います。まあ、時代劇って本当にね、ただでさえヒットしにくいジャンルなんですけれども、まあ、最低10億、まあ、できれば15億ぐらいを狙っていきたいっていうのが、まあ、配給側とかの、まあ、制作側とかの狙いとしてあるんじゃないでしょうかね。すごいね、楽しみなことがたくさんあるんですけれども、多分ね、来週とか再来週ぐらいからムビチケの発売が始まったりですとか、あとはこう映画関係者とか映画評論家の方を招いた試写会みたいなものが多分また再来週ぐらいから行われていくんじゃないのかなというふうに思います。まあ、それでね、こう見た方がね、すごいいいなって思ってくれたら感想とかこう投稿とかしてくれると思うんで、まあ、それで作品のなんかこうクオリティとかね、評判の良さみたいなものが大体見えてくるかなというふうに思います。あと来月の3月6日に今小説版が発売されますね。でこれがまあ多分ほとんど映画のね、ストーリーとほぼ一緒だと思うので、まあ、僕はもう早速予約して発売日に多分届くと思うので、まあ、それをこうすぐに2、3日ぐらいで読ん でその週末とかにはまた小説の感想動画を上げたいかなというふうに思います。まあ、ネタバレ OK だよっていう方はね、もう事前にそれとか聞いてもらってもいいですし、まあ、小説とかね、買って読むのもありかなというふうに思います。やっぱり時代劇なので、なんかこう小説とか読まずにね、映像を見ると多分結構ね、分かりづらいこう言葉とかね、なんかそういったことも出てくると思うので、まあ、それもあって僕は今回は小説版を先に読もうかなというふうに思ってます。あとね、公開まで2ヶ月半っていうところで、まあ、ここからは結構ね、あっという間かなというふうに思います。昨日のね、本予告解禁になって結構各局のね、情報番組とかでも扱ってくれたりするので、まあ、そこもね、なんかまあ白石監督のネームバリュー、人気監督の作品だからっていうところもあると思うんですけれども、まあ、これがね、こう
公開直前になったらつよぽんの番宣とかもかなり期待できるんじゃないのかなというふうに思います。結局ミッドナイトスワンの時とかもあんまり宣伝できなかったですからね、まあ、あれから3年半経っていろいろ状況とかもね少しずつ良くなっていってるのかなというふうに思います。まあ、本当に3年半ぶりの主演映画になるので、まあ、これをね少しでも大ヒットさせていきたいなというふうには思います。また来週ですかね、小説版の感想動画とかも上げていきたいと思います。本日の動画は以上となります。コメント、高評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。